組織を売っちゃった、部下を売っちゃった朝日新聞全体として被害がでかくなっちゃったなで新聞記者で意外とね、えー、部署下手なんですあそうですか権力者に怖がられる集団になろうと、うん、手の内絶対見せないみたいな <laughs> あのそういうのがなくなりましたよね。博士の異常な対談もうこれハイライトになるんですけど朝日新聞政治部でやっぱり辞められる時っていうのが ちょうどその3つの難題が降りかかったもともとは大スクープとして吉田調書まあこれ記者部下の記者が見つけてきた取材源取得すから誰からか分からないけれどもそれが流れてきてその絵にした時の記者の興奮たるやすごいですよねこれは完全な機密文書じゃないかっていうね。うん まああのただ一枚紙じゃなくて400枚400枚だから、ええ、まあ興奮というかね私もパッと見たんですけど、ええ、まあ素人が見てもわからない、ええ、ね何が書いてるわか,からないやつに Q&A みたいなの書いてあるからよほど背景知識があって時の状況を理解して読むとわかるけどだからなんかパッと当たった時お宝かどうかっていうのは、ええ、見ただけでは簡単にはわからないやっぱり専門記者がずっと取材している記者が読み込まないとなかなか 理解できないっていうものだったんですよね。まあ、その中でもちろん、これは大スクープなんだけれども。うんうん、あの吉田所長の命令違反をして、移動していたと。うん、原発の中で、そ、その。書き方自体に、本当はもっと補足したいし。そ、そういうふうに伝えたいんじゃないんだっていう。ことが、これに書かれてますよね。あ,はい、あの時も、すべてが流れていったから。あの、ああ、スクープしたけど、あのスクープ自体が。 まあ、その安倍政権も怒ったし、ね、東洋なんかがめちゃくちゃ起こって、うん、朝日だきのね、うん、そ,のそこに慰安婦問題の吉田証言もかかってきてそして池上さんのコラムを不掲載っていうの3つが同時に起きたんですもんね、うんうんまあ、ある意味だからそこは逆に当時の安倍政権とかその支持層に、ええ、逆襲にうまく使われてしまって、ええ、まあそれにやられちゃった。 だからまあこの本はなぜそのまあそこそこの部分をみんな2014年なんですけど一緒にしちゃってるんですよね。そんな裏側もなくあ社長が隕石辞任したっていうぐらいのまああと転換期ではあります慰安婦問題に関してはね。だけど。 その内部はどうであっったかっていう,のは、ね、そうそことはやっぱりその私はだから結局はいろんなものであったけど一番は危機管理の失敗だったと、ええ、やっぱりそのトップが何か起きた時に、ええ、その危機管理を上手にできずに間違った処理をすると、うん、もう大きな被害になっちゃうと、うん、やっぱりミスはありますよね、うん、いろんなミスはある、うん、それをむしろそのどうお指導者が、うん、あの危機管理ダメージコントロールして切り抜けるかっていうことがやっぱり組織 うん、にはとても大事で、うん、まあこれはまさにこの時の朝日新聞の上層部は、うん、それぞれの保身、うん、自分を守るために組織を売っちゃった部下を売っちゃったって、うん、いうことが積み重なって、うん、どんどん朝日新聞全体としては被害が、うんうん うん、でかくなっちゃった。うん、それがね、結構みんなね、大企業とかに勤めてると感じることが日々あるから。あ今あの社用産業って言われるところはどこもこういう事態がすべてあるんでしょうね。感想文いっぱい送ってくれる人いるんですけど、みんな自分の会社に重ね合わせて。えー、うちの会社にもありますみたいな。それだけありますね。いやそこは読みどころっていうかね、まああえてたくさん語らないですが、誰しも起こる可能性ありますよね。だ大体もスクープ取った。 でローソンの周りの社員がみんながこうワーって来てくれてたのに <laughs> その4ヶ月後4ヶ月後か誰ももう声もかけられないっていういや、辛かったです辛いで,しょ <laughs> <laughs> でもまあそういうあの自分も辛い思いをしたから、うん、その後もね、うん、あの会社でたまに処分されたり、うん、なんかあのって辛い日に会った人何人か出てくると。うん やっぱり、ね、私は、ね、もう自分かから声をかけるるようにするんですよでね多分ねみんなもね、えー、なんか意地悪で僕に声をかけなかったわけではなくて、えーえー、ど,どう接していくか分からないで,、ねえー、でも本人はもうそれどんどん孤独感を深めていく、えー、だからねどんなことがあってもね私はねそうちょっと辛い立場にあった人を見かけたら、うんうん、ちょっとあのなんか出しゃばりかなと思われても、えー、自分から「大丈夫か?」とか、えーえー 元気してるかとか、ええ、あのー、声をかけるようにしてます。まあ自分もそういう声をかけられて嬉しかったから。そうでしょうね。うん、まだまだ続くよ。いやこれ今思うとね、人間バンジ採用が待ってます。ええ、何が良くて悪くてわか,かんなくて、<laughs> あ,あのままじゃあ私が会社でいったら、うん、まあもししそこそこ偉くなったかもしれないけど、うん、じゃあ今何してるかというと、うん、多分。 リストラしてるんですよ偉くなって管理職員のでリストラリストラ側に回るやる方にしてるっていさらに今なぜ統一教会を報道しないのかって抗議殺到に対して言い訳を考えてるのかね朝日新聞はなぜやらられるのかと絶対言われて今もしかしたら今まさに私は統一教会を追求しない理由を 無理やり作って読者に無理やり説明してるってことをやってたかもしれないうん、うん、でこの事件があって、えー、そのルートを外れて会社辞めて、うん、今自分で「鮫島タイムスっていう個人メディアを立ち上げて、うん、YouTube とかで愛人してうん、うん、すごい自由なんですよ、えーえー、だからまあ自由でしょうね<の>奥さんと二人でやってるんだから、えー、<laughs> ジャーナリズムにこだわれるというか、えー、だから、まあ、たまたまそうなっちゃったんだけど本当にねこの自分の人生見ても な起きたここと、と、ええまあ、全部い,いこと、ええ、それが何がよくて悪いか分かんなくてとに、ええまあ、ただ起きたこと全部いいことと思うと、ええ、あのそれをもとに新たな出会いがあったり、ええ、新たな道が開けたりするから本当にね何がいいか悪いか一喜一憂する必要ないなっていうのをねすまああといろいろとね最近のあのー、政局分析も面白くて。うん 亀島さんの文章はあれですよね、絶対に。一字上げみたいなの絶対ないですね。<laughs> もったもったいないでしょええう。いや、こんだけびっちり詰まってるじゃないですか。<laughs> 僕もこの一文字上がりがすごい嫌いなんですよ。<laughs> あ,あ、そうなんですか。自分で文章を書いて。うん、でも新聞記者の人って、こうな感じですよね。あ,あ、そうです。でも、ね、新聞記者で意外とね、ええ、文章下手なんですよ。あ,あ、そうですか。でも新聞記事って短いから。ええ あの意外とこう大事なことから書いて味気なく終わるみたいな。あうんうん、でね、うん、まあ週刊誌とかは長いから、えー、こういかに読ませるかみたいなのがあるんですけど、えー、だから私たまたま若い時に「週刊朝日に」えー、に出向で行ったので、えー、そこで鍛えられましたけど意外と新聞しかやってない人はむしろ下手ですよデスクやってるってもういっぱい記者の元気にたけど,ど,ど <laughs> でも僕なんかあの福代順郎の天星人語とかねあ、はい、あいうの好きでね、うん よく写経をしてまして。<laughs> あと、あとボブグリーンとかのエッセイとかが好きで。新聞記者、社会部の記者が書く。こう、姿勢の言葉みたいなのを拾ってくるような、ああいう文章も大好きですね。あの読売新聞の黒田軍団とか、あ、僕、ああいうのも憧れだったんですよ。社会部でバリバリ、あの不正を正していくんだぞ、俺がっていう。 あんんななな新聞記者がいなくなってんですよもう読売新聞だって大阪府と連携協定しこれでだ特別報道部でねそういうのやりたくってね、はいええ、だからもうずっと言ってたのはあの権力者に怖がられる集団になろうとうん、うん、あいつら何しでかすかわかんないみたいな、うん、そういう集団になろうっていうのをずっとこう言っていてあの手の内絶対見せないみたいな。<laughs> あの、そういうのがなくなりましたよね。うん、報道と調査報道の違いとかっていうのも知らないと思うんですよね。うん、いや、あの、僕の定義は、はい、調査報道というのは。自分が報道しなければ、埋もれていたままになっていると。えー、はい。掘り起こしていくと。そう、ね、えー、隠れていたものを掘り起こすと。えーえー、これは、あの、大スキャンダルを掘り起こすっていうのがあってもいいし。うん、そうじゃなくて、誰も、の光を当ててなかった問題を取り上げる。うんうん、こんな街に、こんな人がいてとかね。うん、そういう問題でもいいんですよ。うんうん、別に、あの。 大義獄事件である必要はなくて自分が書かなければ決して世に出なかった埋もれたままになっていた矛盾ですね世の中の不公正とか矛盾を照らし出すというのが調査報道。ただほとんどの今のマスコミの報道はあの政府とか企業が発表したことを紹介しているある種の広報に近いもちろん発表したことを伝えることも大事なんだけど、まあ、それが 報道とかジャーナリズムに値するとすればそれを客観的に評価してこれはどうだといいのか悪いのかここに問題があるっていうのをまあ分析評価自分で認定して判定して伝えるとこまでやって完成なんだけど今のマ娘はほとんど言ったことをこう単に流してるからあの何がどうでかが読者分かんない正しいのか間違ってるのかが分からないってことになっちゃってますよね。でもも新聞どどんどん部数が減って そういういのができなくなくっもでも、まあ、デジタルがあるからあちらへ移行していくんですかねそういう4もい、ね、デジタルって言ってもねやっぱり今4,000人いますからねで私ここにも書いてあるけど「うん、サメジンマタイムス」2人でやってますけど、あのー、十分張り合えるというかね、あのー、やっぱりいろいろ今 AI とか人工知能発達してるから人でねさっき言った編集とか。 あ,のある程度 PR とか一、まあ、人である程度できちゃう時代になったんですね年年前前無理だとんすね <laughs> なるほど、ね、なんか動画編集とかもよほどプロじゃないとそれ専門家じゃないとできないしそういう時代からね今もうどんどんこう機材も発達してあのカメラとかもどんどんいろいろ安いのも出てきたりしてなんとか一人でもできる範囲が広がってきた。 そういうい意味で朝日新聞が4,000人で取材執筆から販売広告営業、ね、制作全部4,000人分業でやってる時代が今やたちも少人数極たち1人でもある程度できちゃう時代に機械、ね、人工知能の力を借りればそういう時代になったことを考えるとやっぱりもうメディアの在り方変わってくるんでしょうね。ややっっっぱぱりり本来メディアとかジャーナリズムってやっぱり 一人でやるもんんだと思うんですよ誰ににも遠慮せず本当目標としてほしいんですよね新聞記者っていうものにね矜持、うん、を持ってね、うん、あ権力に立ち向かって監視するのが自分たちの役割なんだっていうのねそういうのがどんどんとなくなってきているっていうかもう本当にこの。 この20年安倍政権になってからどんどんとその辺私個人くなってやっぱりね組織じゃないとできないことはあるんです、えーえー、お金かけた調査報道とか、えー、あとやっぱりね組織の記者は守られてるんですよ。私なんかか一人だから、えー 国家権力に目をつけららられれたいい何時やるかかわなでもやっぱ大手の中にいるとそれなりに守ってもらえるだからこそ本当はもっとね守られた安定した地位を立場を使ってガンガン権力を追求してほしいと思うんだけどんか一緒に権力の側になっちゃってるってちょっと残念ですよね。 あとこれ統一教会政局についてあの鮫島さんが語ってるのは見事でもう,もうこういうのもあんまり解説しなくなったけど派閥の中にある利権なんです、ね、ちょっとやっぱりね,ね安倍派、ええ、この20年間は、まあはい、清和会っていうんですけど安倍派の時代が続いて,て、ええ。清和会っていうのは最大派閥なんだけどもともとは田中角栄がいたところが最初は強そうそう権力とは。 ね、田中派だったんですよ。ね会社。田中派はやっぱりね、一番時のね、高度経済成長期です公共事業、ダムとか橋とか道路、これ握ってたんです。だから建築業をやっている人たちが、投票マシンとして選挙を支えた。ゼネコンとかね。はい。田中派の選挙でみんなゼネコンとか建設業界そう一生懸命やってた。で、この清和会は当時は弱かった。だから利権取りきれなかったから、むしろこの宗教とかね。 あのそういう文,文部省の,の文教族っていうのが清和会に出来上がってその出来上がるためには選挙を戦わなきゃいけないから宗票マシンとして必要だったっていうことね。 時代がどんどん変わって公共時代ちっちゃくなって、ええ、むしろそういう文教族の、まあ、文部行政の方がどんどんこう教育とかが大事にされだして、ええ、こう広がってきた、ええ、まあその流れの中で会が強くくなっていくんですね。ええ、昔も予算はもう公共事業が圧倒的よかどう今やねそういう社会保障とか教育とかの方が、ええ、幼稚園とかねなるほどの少子化対策とかほどんどん増えてきてるから、ええ、そこになってやっぱり清和会が強くなってきたこれはこの20年だったんですね。ええええ だから結局自民党の問題というよりも清和会の問題そうです、ね、統一教会の問題は何だっていうのはね、うん 最近あんんまりりこういういい語りしないんですよね派閥の、ね、政局であまりニュースでし言わないし、ね、<laughs> これはねちょっと使い分けてて「サンデー毎日」に書いたんですけど「ええ、サンデー毎日」という場合ってやっぱり政治好きな人が多いから書く時もねちょっとねくろうとっぽく書くんです <laughs>、はい、で「鮫島タイムズ」インターネットの幅広い人が見るから、ええ、もうちょっと紙み砕いて、ええ、なるべく分かりやすいものを書こうと思うんだけど、ええまあ、私は本当にね からの政局記者なんで、政局、これがやっぱ、あの。さすが。サンデー毎日書くのが一番好きで。もう、あの、一般の人なかなか、難しすぎて、わからないけど、マニアみたいな人が読む、ドロドロ政治みたいなのは。あの、サンデー毎日に書いてます。んでなんで、週刊朝日じゃないんでしょう。いや、今後、僕はどうなっていきますかね。いや。 これ注注目、目。大今日もお話ししても極めてロジックで考えられる方だなていうのと最近強い価値観のんて言うか歪わんだものが許せないっていうところが非常にあるっていうこれはもちろ YouTube とかから見ても伝わってきたんですが感じましたね今日ぜひお伝えした方私も半分はすごい真面目な政治ジャーナリストのつもりなんですけど。 半分はエンターーテイナーのつもりなんですよつまりね政治ってねやっぱ面白くないといけないんですよ一人よがりでなんか学者みたいに論を書いてもしかしながらなた最後みんな有権者に選挙行ってもらいたいじゃないですかただみんなにやっぱり関心持ってもらうっていうのは、えー、エンタメの世界と非常に関係があって、うんうん、半分はもちろん真面目な政治、うんうん、半分はエンタメ、うん、このエンタメって要素がねやっぱりね野党はね、うん、弱いんですよ。うんうん それはやっぱりみんなの立場に立ってみんな何関心あるかなとかうん、うん、何面白がってくれるかなっていうセンスがやっぱり全体的に特に野党は弱い自民党はそれを電通とかが代替わりでうまくやってるんだけど <laughs>、はい、だここをねやっぱりやらないといつまでも政権届かないと思うんですね。博士のあれ見て、やっぱりもちろん芸能界で鍛えられてきたみんなを見ながら。 で最初ってあの舞台ととかから始まると思うんですよやっぱり目の前にいる聴衆が喜んでくれてるかどうかを見ながらネタを考えるとかはい、はい、これって政治と芸能界って似てて対話だからそうです、ね、みんなが無関心なのになんかこう難しいことばっかり言ってもこう仕方がない。ま、ええ、まさにそう思ってましたそ<う>遊説で我々ジャーナリストも一緒でどんな正論でもどんな真実でもみんな興味ないことをうって言っても誰も読んでくれないからやっぱりそこは対話だなって。 だから是非ね博士はその上野会で培ったその対話力、うん、みんなと巻き込みながら面白くしていくっていうその文化、うん、そこを広げてほしい、はい、ただもちろんそうするにも一番大事なのはやっぱり信念なんですよ、うん、そこ揺らいじゃダメで、うんうん、であの今回選挙を通じて私感じたのは最初、はい、スラップ諸島の話とかね、ええええ あのいや政治家やれは芸能人の誇りがあるんだみたいなことをおっしゃって、ええ、それはもちろんそうだと思うんだけど、ええ、でもねやっぱ感動したのはね、ええ、令和の人とかと一緒にやりながら、ええ、さっき言った令和ってないこれまでないタイプの政党でボランティアの人みんな純粋なんですよね。ええ、いやそこは本当にすごい,と思いまううらられながが、ええ、博士どどんどん、まあもううん 今となって自分よりもこの仲間たちを通したいとかどんどんその令和が新しく生み出した候補者の人たちを見てるとねウィコさんであるとかクソさんであるとかを見て自分の名前言いたたくくななっんです僕そのあれをずっと私も動画で見てたんですけどあすごいねきっかけはスラップ首相と山本太郎さんとの街頭演説だったけどやってるうちに。 その博士の中に秘めたその信念と、ええ、その令和が今令和という新しい勢力から作られてきた政治文化がとても合ってるんじゃないかという気がしてきて、ええ、そいす,、ねええ、すごい期待してます、ねええええまあ本当にその役割としてね僕自身がもう安婦になるもっと音量を上げれるようになるような、うん、まあその党の中ではそういうのをやっていきたいですよね。 要所要所でアドバイスをいただければ。ありがとうございます、ね。よろしくお願いします。はい、そして、これね。はい、本当、本屋大使を取ってください。<laughs> それぐらい面白い本です。漢を語わずです。<ん> <laughs> 次回の回。 皆さん本日の動画を見てくださってありがとうございましたチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします次の動画を見てねバイバイ